はいみなさん、こんにちは。アジゃで来ているイエローです、えー。今日もですね、今回もイエローけいちゃんで、この動画撮ってきます。えーとですね、えー、皆さんどうですかね、お正月はあの楽しくお過ごしになってるでしょうかということで、本当にね、えー、もう新年明けまして、今日何日だ、えー、もう今日はですね、えー、三ヶ日ですね、の最後になりますけども、えー、ぜひですね、えー まあ、お健やかにお過ごしになっていただければよろしいんじゃないかなという気がいたします。えー、私はバンコクですね。バンコクで一人で寂しくお正月を過ごしているわけなんですけれども、えーまあ、それは私の話でどうでもいいんですが、あそういえばですね、あの例の,です、ね、あのチャンネル登録がまたね、ガバッと、えー、動画を上げるたびに、えー、何回知らないけど勝手に外されるというような現象がまた起きております。 えー、大変申し訳ないんですけど皆さんぜひですねチャンネル登録ちゃんとできてますか外されてませんかっていうのはねちょっとチェックしていただければ大変助かります申し訳ありませんがよろしくお願いしますえー、っとですねまあねとにかくこの経験問題を話しているとですねうーんちょっとねいろんなこと感じますね今申し上げましたようにそのチャンネル登録が外されたりとかですねあとはねうーん、まあ、他のねえー えー、動画主の方もいろいろね言われてますけども、えー、例えば広告をつけようとするとですねそれがピタッとつかなくなったりとかですね、えー、しょっちゅう起きとります、えー、私もですねいろいろ宿泊しながらですね <laughs> サムネイルに目隠ししたりとかですね実際の言葉もいろいろ伏せたりしてやっておりますでそういった中でその言葉もですね えー、いろいろなかなかね、言えない部分が結構かなりですね、非常に規制が、言葉自体に規制がかかっているので、その点ね、えー、前からちょっと、あのー、言っとりますけども、非常にお聞き苦しい点があるかもしれません。あの、皆さんにですね、想像しながら、想像してもらいながらね、私の話を聞いてもらうみたいな形で非常に申し訳ないんですけども、えー、ぜひですね、ご協力いただければなと思います。すいません、申し訳ありません。で、今回の話題なんですけども、 まあそういったような規制がかかっているような中で、えー、なおかつですね、えー、日本の報道機関がもう全然ダメですねという中で、えー、特にですね KK 夫妻に関するようなこと KK、えー、息子に関すること KKKK じゃねえや恵美子さんに関する,関すること全然出て,出てきませんけどもそういった中でですね、えー、やっぱりねいろいろなその海外の話とかをやっぱり引用せざるを得ないという中で、えー このね、サイトはちょっとね、えー、他の YouTuber の方でもですね、一人二人ちょっとね、えー、上げているようなことも私もね、えー、見ました。でですね、サイト名がですね、マシュー .com という、これはね、まあ、一種のブログだと思うんですけどね、えー、結構いろいろね、広告が、このサイト自体に広告がついてますので、えー、ブログ、一種のブログ記事ですね。でですね、えー、ただですね、あの、内容的にはですね、えー フェイク等の話はありません。で、私もですね、その内容がそのフェイク的な話だったら当然ご紹介しないんで、えー、ちょっとね、過去のその記事なん、記事というかですね、このブログ自体が上げているような内容もちょっとね、見させていただいて、内容的にはまあ、あの、ちょっとね、おちゃめ、おちゃめ的な話はあるんですけども、ただ、あの、えー、決してですね、間違えた話は出しておりませんので、ちょっと今回ね、紹介することにいたしました。 でまずね、えー、ちょっとサムネイルにも書いておきましたけど、まず内容的にこんな感じの内容だということで、ちょっと一部だけね、えー、まず抜粋をさせていただきます、えー。で、今ちょっとね、ご覧になっていただくのが、えー、例のですね、KK 息子に関する、えー、要はですね、フォーダム大学の卒業に関する疑念ですね。それに関して、えー、これは実際の、この、えーまあ、内容自体は昨年に挙げられているものなんですけども、 やっぱりね、えー、その内容自体は的確に物事を、えー、描写して説明しているようなサイトなんで、まあ、あの、内容はね、全部当然英語ではあるんですが、あのー、非常にね、的確に、えー、描写をされているので、ぜひですね、また URL 貼っときますので、ご覧になっていただければよろしいんじゃないかなという気がいたします。で、これがね、一番最初に、えー、出ているような話で、要はフォーダム大学の卒業に対して、 もう皆さんよくご存知の通り、私も昨年のね、動画だけさせてもらった通りですね、えー、その、えー、卒業名簿から名前が消えてるっていう話に関して、まずズバッと、えー、出してるんですね。で、えー、それに関して、まあ、英文ちょっとね、今回は一番最初だけ、K.K. r o did not graduate from Fordham University ということで、えー、要はですね、K.K. 息子に関しては、Fordham、えー、大学を卒業してないんじゃないのというね、定義づけで、 出していていで、えー、具体的に言うと、まあその、えー、経験、母に関するいろんなね、えー、そういうよういよな金銭トラブル含めたような問題に、えー、が出てますよっていう中で、実際に、えー、フォーダム大学のその卒業の、えー、卒業名が出ているようなリストからも名前が消されていますというようなことを、えー、実際にです、ねえー、このサイトの中で具体的に説明しております。で、えー、その 私もね、以前にその説明させてもらいました、そのフォーダム大学の卒業名簿というか、卒業名のリスト、それに関しても、えー、このサイトの中で書いてありますし、えー、なおかつですね、えー、そういったようなことに基づいて、えー、じゃあ実際に、あのー、例えばローエンステイン・サンドラ、あのー、まあ、詰めていると言われるですね、法律事務所の今現在、まだね、写真出てませんけどね、その、 KK、えー、息子のプロフィールに関しても、えー、一応ですねまだ学歴にはフォーダム大学の JD2021 年ということが出てるんですね、えー、そういうようなこともねそういった矛盾点ですね卒業リメリストには名前が消されてるけどもローウェンステイン・サンドラーの個人のプロフィールにはまだ載ってますというねそういった矛盾も指摘してたりとかですねあとは えー、最終的にですね、その去年の10月26日の結婚会見に基づいてですね、それに、えー、その3日後でしたかね、えー、実際に、えー、例のニューヨーク州の司法試験の合格発表があって、その、えー、合格発表リスト、えー発表うん、合格者のです、ね、リストに、経、え、験、ー、K K 息子の名前がなかったという事実も、えー、このサイトで、えー、しっかりと述べられていて、 でそういったようなことに関して、えー、要は、経験息子がですねま経、あ、験夫妻が、えー、そういうような実情も知ってて、えー、実際は昨年にはね結婚がないんじゃないかっていうようなことにもあったにもかかわらず、えー、大急ぎで,ですねあの10月26日の結婚に至ったんじゃないのなぜならばそういうようなね実際の試験が。えー 合格してないということも知っていたんじゃないのみたいな形で、まあ、疑問点を投げ,投げかけているというようなサイトです。要はあの、えー、非常にです、ねえー、内容的にさっきあの冒頭に申し上げましたようにあのフェイク的な、ねえー、そういうような作ったような話は一切載っておりません。で、その日本の新聞のです、ね、その抜粋例の弁護士権が落ちましたよみたいな不合格だったですよというようなそういったような抜粋も 記事としし、て挙げ取りますし、えー、ちょっとね今日も私の方でちょっと説明させてもらいました通り、えー、実際に、えー、フォーダム大学の卒業生の名簿からリストから外れていましたよでそれにもかかわらず急に10月26日に席を26日に席を入れましたよっていうようなことと、えー、実際はですね えー、その就職先である、えー、LS 社ローウェンステインサンドラーのプロフィールにまだ JD2021 年 JD 卒が載ってますよそこら辺の矛盾点とまあそういったような矛盾点を考えると、えー、実際のですね席を入れた、えー、10月26日に席を入れたですねそこの2日後3日後でしたかね2日向こうか3日後に、えー 実際に合格発表の、えー、されたリストの中に名前がなかった、そこら辺を全部ですね、えー、時系列的に並べて、なので、えー、要はそういうような、えー、実際に試験が不合格だったっていうようなことをしてたんじゃないのみたいなね、そういったようなことで、えー、書いております。あのー、まあ、 ちょっとね、今日、ちょっとご,ご説明させていただいたのは、そのマシュー .com と言われるね、えー、そのサイトの内容なんですけども、ぜひですね、あの時系列に基づいて、あの、ずらーっと並べてありますので、まあ内容はね、英文なんですけども、まあ日本語のね、あの、新聞の写真とかも載ってますので、よくわかりやすいかなという気がいたします。後ででもね、ちょっとね、お時間があるときにご覧になっていただければなと思います。いずれにしてもですね、私もあの、この話題に関しては、 えーまあ、昨年からずっとねお話をさせてもらってますけどもどう考えてもなんかおかしいよねっていうことですよねねというん、どうこですど考えてもおかしいしねもう大体まあフォーダム大学に関しては、まあ、入学した時からねいきなり LLM コースに入学して何で JD が2年間なのよとかねそういった点から非常におかしいな部分そしてこの、えー、卒業名のリストに名前が消えてるというかね なので、えー、本当にその受験資格があったんですかっていう話にならざるを得ないというかね、誰でもそういうふうに思えちゃうんですよね。なおかつ、その、あたかも不合格であることが分かっていたかのごとくですね、えー、結婚を早めたんじゃないかっていう、そういうようなね、えー、疑念というか疑問も出てくるのも当たり前じゃないかなっていう気がいたしますね。そういったような、誰でも出てくる、要するに疑念としてね、思われるような話、 でなおかつそういったようなことを、えー、日本の報道機関は何にも出さないですよねというような出さないような話を時系列に基づいてズバズバズバと、えー、出しているようなサイトなんですねなので私もですねあ,のあくまでもフェイクというかですね、えー、なんか自作自演的な話がないのでこのサイトもちょっとですねご紹介をさせてもらいましたいずれにしても えもう来月ですね、来月の22日、23日に試験が行われます。えーでまあ、その発表がね4月の末になりますけれども、それによって、えー、この疑念というか疑惑というか疑,念、まあ、疑問というかですね、そういったようなものがその合格発表とともに、えー、ある程度はっきりするんじゃないかなという気がいたしますね。えー、もうおそらくねこののの2月月試験4月の合格発表は 今年のなんか前半部分のね、えー、特にこの経験問題に関してはメインイベントになることは間違いないと思いますので、えー、まあ,あの、試験も来月に行われますからね、えー、皆さんこれは粛々と、えー、もうどうなのっていう形で見ていくしかないかなという気がいたします。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。それではね、また、バイバイ。